旅人タイモ、あ、ケンシン、こんなところで会うな。君たちやカウン先輩でも最近仕事中に気が散ってしまいがちで、ほい、正確には父上曰く誰しもいつか老いる日が来るって。そうだ、父上は今ガンジ、父上は君たちのこと。そうだな。新天道地、天王寺、遊びに来たぜ。お、これはまた珍しい客だ。歓迎するよ。慶心や、下にいる店長に新しく届いた茶を入れてくるよ。聞いたところによると、お前さんたちはいろんな場所に行ってるらしいな。もう慶心から聞いているようだな。だが心配するな。体は大し年を重ねるにつれ、いろんなことが思うようにこなせなくなってな。皆はわしを高く評価してくれている。天数の座を言う、リーユエ七星の中でも歴代の天数はほとんど公には出ず、それに候補者ができるだけ。そんなわけで一般的に、つまり天王寺が候補者。そうだ、まあ心配する必要はない。このために能力の秀でた。お、誰の。あら、ひどいわね。この間会ったばかりなのに。ミラン。そうよ、天王、君も一緒に来ない？次の天数と実…お前はどう思う？だよな。おい、じゃあそれで決まりね。そういえば天王寺、あなたは普段光の…え、イエランも天数…わしは構わんが、お前さん…うん、ではこう…いいわ、ま、このことは別に後で一回で会いましょう。それから代金はいらないわ。話は済んだかしら？天王寺、元気な。ええ、こんなことを言うのは気の毒かもしれない。天王寺の推薦した候補者は全部で3名。官位は豪商の生まれよ。名伯はリー、なんとなく覚えておいて。まあは官位、名伯、それから地位。その話は月海帝についてからに気合を入れておいて。わかった。立ちっぱなしで足がしびれてきた。まったくあの視察官は何を考えてるんだ。いろんな奴と接してきたが。ふむ、それはあんたがそういう扱いに慣れてしまった。お前という奴はどうし、まあまあ、二人とも。会員さん、確かに言い過ぎですよ。明白さんもあまり気にしない。別に立って待たなければならないという決まりはないんだし、いっそのこと。それもいいかもな。どうやら候補者たちはすでに3人とも揃っている。ええ、すぐに彼らと接。視察は大きく2つに分けられる。時事法略、前者では彼らにリーユへの発展計画を提出してもらう。リーユへの発展計画を書くのには時間がかかるだろうから、あらかじめ彼らに言っておいたわ。うわ、一冊だけ。ついでに言っておくと、彼らには1つ要求をしてあるわ。よほどのことがない限り計画書の内容を変更することは許されない。だ、まだちょっと時間があるから目を通して。私はここで待ってるから、読み終わった。
もう読み終わったの？なんか当然よ。何よりひとたび着任すればその計画にしたまだ秘密。もう候補者を連れてきていいわよ。人かしこまりました。ほう、あんたらこれほど重要なことは、俺の計画書はもう読んだんだろ。何悪いな。別に意図があってのことじゃない。ただ事実、龍雲釈風、名のあるやつならそれなりに才能もあるんだろう。もしかしたら俺の番か。ええ、簡単に自己紹介。俺は明白、総務士で仕事をした時間は9年と、まだ12件が処理途中で、およそ現在は都市計画に関わる仕事をしながら。なんかたまに。自己紹介はそこまででいいわ。直接質。すまない。こんにちは。お二方はどんなことがお聞きになりたいのでしょうか。君の計画書は様々な分野に言及しているけれど、君自身はそれほど多くの事業をやったことがない。そのような疑問を抱かれるのもごもっともですが、計画に関しては自信があります。私はもちろん異なる問題が複雑に入り混じればそれぞれの結論も衝突する。じゃあその導き出した計画を実行する前は同僚や月海艇の秘書、私の判断が間違っていた場合は、そう悪くない答えね。ではなんか付き合いやすそうなやつだったな。これで簡単なまとめが。君も見た通り簡易は見識が広く、でもとても傲慢で頑固な性格。明白の計画はより包括的で安定。でも彼は簡易とは全くの真逆ね。口下手で。の確かにその通りだったな。最後は地位。彼の計画は非常に詳細で確実な方策。これは表面的に取り繕われたようなものじゃない。よほど力を注が。でも私が特に興味深いと思ったのは彼の意見の多くが。やったー。さあ行きましょう。担当直入に聞くわ。お前さんたちに。あの三人はかつて、だが簡易は商業でいそ。簡易はある旧友。最初は釣り友として偶然知り合ったんだが、地位は貧しい家の出身。あいつを見て若い頃の自分を思い出したんだ。釣りについてもちょっとした助言をしただけですぐ理解していたな。ああ気づかない若者がせ。あら天王、お前さんは全く。天王寺は釣りが暇つぶしがしたいときは新鮮な魚さ。そうだろう。近頃は釣りに行くといつ何度も味わいたい美味しさだが、この老いぼれじゃあと何。次はオイラも連れてって。話を戻すけど天王寺、報告。お前さんに視察を任せたからにはお前さんの判断を信。もし地位とわしの考え方の類似についてお前さん。先行は公平を期すべきもの。このような害くれぐれも。わかったわ、行きましょう。ばそれじゃあ天王寺。うん、だってほら急がなくてもいいわ。おい、それはないわ。彼ら本人に対する視察、情報に関する仕事で最も禁忌なのが当事者からしか情報を得ないことよ。文言翔か。は、何でもお申し付けください。急に知らない人が。驚かせちゃったかしら。腕利きの助手として普段は近くに目を配らせてるの。翔かは商業に精通していて交渉で情報を得ている。
文苑はよく演説から情報を得ている。あのデカブツ、会場で長いこと任務をやってるみたいだ。あいつは運がいい。翔か、各紹介に赴いて。はっ。おい、チーはいいのか。チー、もちろん彼は最も有力な子。まずは不当に行きましょう。あそこは情報って言えば、万有、あいつはいつも来た。なるほど。こんなところに。おいおい、そう言わないでくださいよ。以前間違えて。だとしてもだな。まあまあ旦那、実はもう一つ秘密があるんですよ。英発商店の店主もうちの品を仕入れようと。ああ、でももし旦那がいら。わかった、そういう。君たちどうして。言っておくが、この夕暮れの身には私が。実はオイラたち。チーか、彼に関する話を聞いたことがある。まず昔は隣人からよく悪口、衣食包縁、貧困。なんだかいいやつみたいだ。こんなことを聞いてどうぞ。そうか、ならば。おわど、確かにチーね、見た感じ林老と話をし。いい、彼に気づか。私は先に雇用契約書を取りに戻る。って、おい、抜け駆けはなしだぞ。わかったわ。歩きながらそんなに急いでどうするの。これじゃ見つかるわよ。いい、わかったわ。歩きながら話しましょう。チーさんは月を一式買いたいのね。お互い商売人同士だもの。チーさんもうちの店をよく知っているはずよね。実は私には普段からお酒を飲むのが好きな旧友がいるんです。彼は風流を好むのですが、見栄を張って贅沢はしたくない。そんなに急いでどうするの。これじゃ見つかるわよ。いい、わかったわ。歩きながら話しましょう。チーさんは月を一式買いたいのね。お互い商売人同士だもの。チーさんもうちの店をよく知っているはずよね。実は私には普段からお酒を飲むのが好きな旧友がいるんです。彼は風流を好むのですが、見栄を張って贅沢はしたくない。ですので良質な模造品の酒器を買って彼を招待したいのです。チーさんは優しいのね。わかったわ、私に任せてちょうだい。時間があるときに帰国居まで品を受け取りに来て。ありがとうございます、林老さん。いいえ、これだけ評判が良くて友達思いだなんて、得がたい人ね。私も店に帰ってからきちんと選ぶから安心して。ああ、なんかチーってこれでやら。結論を急ぐ必要はないわ。ない、まさか自分も天使。さあね、ただでいろんな美食を食べさせてあげる。
苦闘は相変わらずにぎやかね。ここで釣りをしている人は釣った魚を近くの魚屋に売ることもあるそうよ。いらっしゃいませ。今日はどんなものをお探しで？すみません、私たちはキーさんという方がとても釣りがお上手。もうイランって身分を偽る時も。ああチーね、この後聞けば子供の頃は非常に苦労したよ。まあ苦中の苦を受けざれば。うん、あいけど町友会への勧誘。それはと、あいつは何でもできやすが釣りだけはいまいちなんでさ。収穫量も実に普通で良くも悪くもないといったところ。素敵ですね。でも今はまだ。わかりやした。ま、よその町にまで知られているね。さあ他の場所でも聞いてみましょうか。魚はいるかい？どれも貴重なもの。こんにちは、私たちは魚価町。魚価調査会。ご安心を。我々は近頃チーという方がこの近くで鮮魚を手。ふぅ、俺のことじゃないのか。定価で鮮魚を売る件については俺も聞いたことがない。あいつは貧乏なんだ。両親を早くに亡くしたんだが、あいつが不当に来たのはまだ幼い頃、天王寺に拾われてやっと生き延びることができたんだ。腹を空かせるとまではいかないが、たったまどうせ大した数も知られたくないのです。ああ何度か少し話をしたことがあるんだが、劣等感すら抱いてるようだった。だが俺には何か言って、完璧な人間なんてこの世。なるほど、いいってことよ。何回も言うと、あまりお金を持っていない。お前たちか。なんて。俺様に。実を言うと私たちはこの業界に入ったばかりなんだけどね。本当か。もちろん、ドッコ様は心優しい方で。やった。わ、子供まで騙すのかよ。ではお聞きしますが。もちろんさ、チーニーのことならたくさん聞く。まあほとんど大したな。その点については私も。あ、それなら覚えてるぜ。前はみんなチーニーについて。チーニーは俺様に飴を。やっぱりね。んやっぱりドッコ様は。うわ、それそういえば知らない。ええ、よかった。そうですね。そうか。うんうん、じゃあ、またな。今の話の問題点分かったかしら。問題？地位の名声が高いって話だろ。そうね。でも問題は突然高す。衣食放縁、官区奮闘、確かに町で評判になるほどのことだわ。だけど、そしてそれらについてドッコ作が言っていたことを覚えてる？何よりこういった彼の評判は、彼の幼い頃の話や学も。そういう。もちろんそれだけなら貧しい家に生まれ。でも問題がある。さっきコウが言って。そう、それなら事情も変わってくるわ。これは最悪の推測だけど。七星に手を出す。今地位に聞いて。まずは彼を視察過程にあった地位を裏で手伝っている頑丈茶室へ行きます。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。地位の計画書は項目がとても半分に分けるから、名目上の視察はもう終わっている。緊急事態
天王寺がどのようにチーのこと、そんな彼が。とにかく、こんなにちょっと休憩し。お、どうやら俺が一番早く戻った。お前はイェランの下っ端の戻ってきたってこと。ああ、各紹介を尋ね。余計なことはいいから、はい。はっ、イェラン様、結論からご報告します。飛雲紹介の坊ちゃんも、それに。その名声に本来なら難しいと。どこから仕入れてどこに売るのか、官位は他に知ったからなんだ。おかしなやつだな。あいつにとって商売はお金稼ぎじゃなくて、なんていうか、こう結論を検証するためといったところかしら。彼の計画が非常に洞察に富んでいたのは、彼がすでに数多くの実験をやっていたからだったのね。ただいま戻りました。てよ、言うまでもなく、ほんまい。イエラン様、報告して。総務士によれば、明白は焦りを感じると話が途切れ途切れになっ、しかし知り合ってから何日か経てば普通に交流できるようにな。君から見て、総務士が彼に対して課題ないと思います。明白の名声は、シャオユーによりますと、総務士の業務はほとんど実行する前に。それからかつて総務士で上司の目を欺き下の者を騙していた人物が。うわ、前にも言ったでしょう。おう、お疲れ様、もう休んでいいわよ。それでもうちょっと見、この中の項目を単独で読んだ限りでは何も問題はなさそうね。でも一点私が引っかかったのが、この聖教裏再開発計画。元より聖教裏は例の一件の後、その噂を聞いた単位。それで宝。いいえ、でも当時は技術も地位の計画は全て、でも単に。そっちは採掘、ホーム、宝。あ、そうだ。なるほど。まさか。いえ、それは黒岩城には確かに、でも手がかりは。まさか怪異と明白がオイラたちの印象と全く違うやつだったなんてな。地位にも違う一面があるのか。また雨？まったく面倒ね。痕跡が雨水で流されると復元に時間がかかるのよ。さあ、黒岩城に着いたわ。あたりで手がかりを探してみましょう。背面から見て帳簿みたいね。でも記録帳としても使われていたようだわ。誰が書いたかは知らないけど。イエランは、ええ、見ての、そのままの勢いでいけば聖教裏再開発計画が実行されるときには
その時が来たら彼らは様々な細工ができる。想像してみて。もし私たちが疑いを抱いてなかったとして、でも国願城自体に問題はなく、変わったのはこれが事前に布石を置いておくことのメリットよ。なんかそう言われるとその通りかも。オイラたちが気づいてなかったらこの裏には。それはその新人たちに聞かないとわからないわね。あの新人たちはドイツも非常にいい体の素養を持ってる。それに唯一残念なのが、あいつらは夜になるとよく一緒に、まだ完全に溶け込んでないんだろうな。一緒に酒を。この近くに酒場はないみたいだし。ああ、あいつらの話ではいつもリーユエコーまで戻って万民堂で酒を飲んでるらしい。実は今日作業が終わった後雨が降ってな、あいつらもしばらくは現場に残ってた。まったく若いもんは元気がいいな。なるほど、場所を変えて話しましょうか。どうやら私たちの考えは当たっていたようね。リーユエに戻ってお酒だなんて、よくもまあそんな言い訳を考えられるものだわ。今日は雨が降ったから地面に足跡が残って。急がなくてもいいのよ。足跡、確かにリーユエコーに向かってるな。やっぱりリーユエコーに行かず、あっちの方向へ続いてるわ。急がなくてもいいのよ。足跡がここで消えてる。でも足跡の方向からして、急がなくてもいいのよ。どうやら一歩遅かったようね。ここがあの新人。この灰、まだ燃え切ってないとことかないか。そういうのはたまたまのこと。じゃあ国願城に戻ってあいつらを待つか。どうせあそこに戻るよな。そうとは限らない。ここおそらく背後のもの。それじゃあ一つ間違えないでほしいんだけど、さっき入った新人たちは手紙を燃やせば安全だと。そうなのか。気候がとても厳しく、そこのお金持ちの中にはその香り付きの炭が燃えた後はこんな風に特別な匂いが。ええ、だけど私にとってはもうこれで十分。イエロン様、やっとお会いできました。お前は誰だ。大丈夫、慌てないで。以前から地位が普段、そして戻って、それで部配会。それなんですが、近くの漁夫に聞いて回ったんですが、地戻ってくるや否や、イエランさん。天、え、そんな、だってありえません。イエラン様、面白いことになったわね。魚スープ。なんでもないわ。どう、何か案はある。悪くない案ね。でも部配、君から話してちょうだい。実は私、張り込みは意味。いえ、
張り込み準備。君も情報を長く続けたらわかるけど、明日の午前時間通りに来てね。みんな揃ったわね。点数の重要性についてはここには俺たちしかいる。官位は画期的、明白は穏やかで筋が通っている。一方で地位は金、各方面への責任を。なんだって。そのおめでとう。ありがとうございます。正直ですが、私からすれば我々3人のうちの誰であろうと、お二方は私のそばで仕事を手伝って。また今度にしてくれ。俺は別に構わない。では私からは以上よ。この後立場に恥じないよう努力いたします。では私はこれで戻って支度をし。俺はいい。そんな気分。チーの緊張も解けたみたいだし。おい旅人、もし答えられないならこの俺も。まずい。今先に行って。は、イエラン様、チーは早く行きましょう。チーは本当にファデュイに寝返ったのかな。天王寺でさえ褒めるようなやつなのに、どうしてファデュイのために動いたりするんだ。今はまだわからないわ。でも次に彼と会うとき、真実が明らかになるはずよ。申し訳ございません。いえ、あちらの大帝。そんな、イエランの部、もしかして。いえ、部配。そん、自分を責める必要はないわ。君たちに天王寺を追跡させても。新月剣です。中にしばらくしてから服装の全く違う人物が、もし気づかれてしまえば本日ですので、私は部配を止めて。よくやった。魚が餌に食らいつかなくたっていいの。行きましょう。人一人が服装や化粧はお客様の自由ですので。はあ、まあたとえおかしいと思っても。言い争っても意味がないわ。単刀直入に一つだけ答えてちょうだい。買い物はされていません。ずっとお酒。ええ、辛くてまろい。あの方はずっと前に。酒、酒壺どこに。帰国よ。邪魔するわね。私たちはチーの友人な。あら、お二人は。そうね、この一式の式よ。ここだけの話、このような式は値段はいくらでも融通。ええ、でもありがとう林郎さん。ええ、
面倒なことになった。自称実力派。お前だってでき。俺は元から交渉派だ。なイエラン、地位も見つからないし。ただのお祝いじゃないわ。どういう意味。まず地位はあまり酒を飲まない。単なる一人祝いならなき。これは彼の背後。その人は強いお酒が好きで、この条件に当てはまるファデュイ。ファデュイの役人ですか。十分な人員を連れて。イエラン様、やるんですね。何を考えてるの。隠密での偵察よ。だったらターゲット。そうだよな。もしかしイエラン様。分かっているわ。命令を実行しなさい。は、ご安心をイエラン様。私は茶室で待ってるわ。予想が正しければ、ファデュイの役人はおそらく夜に行動を起こっ。ちょうどいいところに来たわね。先ほど聖教裏。どうやら彼らはそこ。聖教裏は魔物が多いため。よし今。ええ、私の。ここが聖教裏ね。遺跡が多くて魔物もはびこってるから、ここを通りたい人は皆迂回する。以前調査したことがあるから、開拓時にあった入り口については大体覚えているわ。行きましょう。よし。ここはかつて開拓された場。当時の施工隊が安。でもやっ。安心しろ。お、そうだイエラン、お前の3人の部下って。彼らには他のこと。できるわ。おい、見えるか？あいつが。あそこがイエランの言ってた。ここは確かに施工隊が残した通路だけど、もう封鎖されているようね。強行突破するにはリスクが大きすぎるわ。近くに他の道がないか探しましょう。
痛がっちゃいないよ。よっ、ガンザン八九捕まえた。天道、ここにあり。見切りました。踊りなさい。
急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。水が溝に流れ込んだことで彫像に光が灯された。なるほど、これで彫像を動かせるわね。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。もうすぐ最深部ね。さあ、即戦即決で行くわよ。ガンザン八九ハック。どの目が香りだけでいい酒だとわかる。さあ乾杯しよう。さあさあ。すみません。じきになれる。我々一杯だけでそんなになるなんてな。お前が顔色一つ変えず自分の死に毒入りスープを作っていた当時は。さあもう一杯飲みながら。はい。ですがあれは仕方のないことでした。臆病な私は毎回毒を盛るたびに家に帰って何日か。そうだな、お前の苦労は分かったが、やはりお前は毒を盛ることにかけては天才。我々がスネージ内から持ってきた毒薬は本来この酒と同じぐらい強烈。魚の生臭さが毒の特徴的な酸味を中和し、それどころかある日釣りをしていた時偶然。いやはやよくやった。今後ファデュイも聖教裏のこと以外にもよくご安心を。あなたからいただいた任務で。おい聞いたか、毒を盛る。あいつ、いや待って、
写真機は持ってきてるかし、持ってなかったら私のを使って。こんな面白い場面。いい酒だ。外交問題は長い間進展がなく、この件が終わればやっと。初めてお前に会った時、俺たちはきっと手を組むことになると思った。お前、当時俺が話したことを覚えてるか？もちろんですとも。唯一の方法は、現在の天数が最も暗い存在になっている時に私をも、はあ、通常の流れを踏めば他の二人の競争相手を見てみろ。官位には財産、明白には名、だからお前を手助けすることにしたのだ。我らファデュイには古い言葉がある。飢え死にしそうな野良犬。はい、あなた。ファデュイ以外のものにな、地位が劣等感を抱いているとコウが言っていたけど、どうやら先に進めば進むほど自分の優位性が薄れることを。写真機のフィルムはまだ残ってる？じゃあしっかり持ってて。収穫があるかどうか全部地位にかかってるわ。酒はまだあるか？杯いっぱいに注げ。もう残り少ないですが、どうぞ。お好きでしたら今度もう少しか。ぷはー。え？え？ちぃ、お前さ、驚きましたか？何がいけないのですか？それほどの苦労をしたのに、喜んであなたの傀儡になるとでも思ったのですか？愚かな。ファデュイの後ろ盾をなくしたお前、罪にある干し草は見えますか？あの下にはありったけの爆薬があるんですよ。あなたが意識を失った後、ここに火を放ちます。火はゆっくりと干し草を伝って爆薬までたどり着き、崩壊した遺跡が全てを埋めてくれます。お前、国願城にあなたと潜伏者が連絡をしていた証拠を残しておきました。やがて二つの失踪事件は、ファディは国願城に潜伏者を手配し遺跡を爆破する特殊、しかしそこで間違いが起こり、全ての発案者が確たる証拠の中、大使館は説明を求めるどころか、逆にあなた、彼らはそうやってあなたの単独行動を説明し、どう、もちろんもう私とは関係のないことです。私はこれを機に聖教ら再開発計画を取り消しよ。しー、それで完璧だとでも思ったの？俺が死した後、記録お、あなたが私に接触した時、同時に私もあなたの周りの人間に接触したのです。後の処理は彼がしてくれるでしょう。何せ彼はあなたの座っ、あの裏切、安心して行きなさい。今晩、すべてのものが自分の欲しいもの。さようなら、ユス。来る時に調べておいたの。君は万が一の時のために三つの避難、すでに人を手配しているから無駄な試みはし、それと先ほどの全過程は茶番劇。私は今回偶然にもファデュイの行動に気づきました。相手の言葉にうまく話を合わせ、まだ奇弁をやめないつもり。いいわ、彼の体にある毒を検査すれば何も言うことがないのなら。一歩間違えれば全てを失う。あなたたちは彼をつけてきたのですね。少し話をしましょう、イェランさん。それで？私が着任した後、あなたの利益を保証しましょう。本日、私は不名誉な手段を使いました。まだ問題を理解していないようね。君はどう思う？
そう。チー、賢い者は人生において君は他人の尊重を勝ち取りたいと思っている。天王寺は死として父として聞きたくありません。もっと残酷なことに、君は彼は君をこの世で一番信じてい。もう言わないでください。人生は釣りと同じ、焦りは禁物だ。何をするにしても急いではならん。若い頃はわしもお前さんと同じで、いつも自分を証明したいと思っていた。だが後々物事の全てが思うようにはいかず、心を落ち着かせてこそ前に進めるのだと気づいた。お前さんはまだ若い。辛抱強く自分を信じなさい。見えるもので自分の価値を証明しなくてもいいんだ。Gのやつはどこに行ったんだ。こんなに経っても会いに来んとは。忙しいのかもしれませんね。今度来るとき、出来たての魚スープを持ってこなかったら入れてやらんわい。何を思い出したか知らないけど、牢獄ならたっぷり時間はあるわよ。あ、忘れるところだった。もしファドゥイに今日のことを知られたら、牢獄も安全とは限らなくなる。ニットを追うなら、しっぺ返しを食らうつもりでね。でも今もう一つだけチャンスをあげるわ。ごめんなさい、私はこれから忙しくなるから。ここの爆薬は私が人を手を…オイラたちの手伝いは…いいえ、危険があるかもしれないから、私たちのような専門家、安心して。向こうが…それじゃあまた明日。毒はもう…薬術先生、ご心配なく。処方通りの薬、発見が早かったのが幸いでしたね。まさかこれほど希少な毒物を手に入れると。だが私たちに出…それでは天王寺、我々…ああ、分かってるよ、ありがとう。来てくれたか、今回の…ああ、前は気力が…そうなると天数後継者の選考もそれほど急ぐ。イエラン来たのか。事の処理がだいぶ終わったから、依頼はこれで完了よ。天王寺、ご苦労だった。はあ、人の子…オイラの気のせいか。天王寺を普段の流れだったら、実は…ああ、本音を言えば、心…実はチーと知り合ったばかりの頃、出た結論は、いつからあいつまで変わっ、あいつを直接推薦。わしが天数になったばかりの頃も名声なんてなかった。関羽お姉様が間に入ってく。確かにチーは賢くて、情報から見るとファドゥイ側は彼に対してあまり警戒していなかった。彼が選んだ新月剣、彼は買っておいた酒壺の中に毒を隠す。その後チーの所持品から。でも毒薬は。ええ、もし本当に毒酒を飲んでいたら。チーは今牢獄にいるわ。縁妃のこと。でも彼はこちらに協力的な態度で交渉を断らなかった。交渉？
ええ、私はチーにはあまり興味ない。でもファドゥイと関係していると捕まえられ、あと一歩のところで残念ながら逃げられてしまった。天王寺もイエランも何言ってるんだ。おい、チーはファドゥイと結託して、あのユスポフというファドゥイの、それにユスポフの副官であるティオ、こういうコマは重要よ。肝心な場面ですごく役に立つんだから。リなければ早起きもせず。じゃあ半分はね。でも私たちが接触しようと、対応がこれほど早かった。他のつてから得た情報では、ファトゥス、ファドゥイの主力はこちらにいないから、不捨もこれ、ティオファンに逃げられたのは惜しかったけど。そういえばイエラン、お前さんは何日か前に頑丈茶室で、お前さんも興味を、あれね、もちろん私はやっぱり今の、そしてそれは暗部での行動だからよ。さあ話はここまでにしましょう。どこに行くんだ。もちろんでも君たちのおせっかいな性格、次の危険な場所でまた会えるかもしれないわ。それまで決して油断しない。まだ何か質問？